では、やりますか、そろそろ。では、皆さん、今日は、3マと4マどっちから始めようかな。どっちがいいとかあれば、言ってくれれば。じゃあ、3マにしますか。じゃあ、ルームスクールで、入ってきてください。でも、本人別に、そう、ああいうの嫌いじゃないからね。そう、意外と言ったらね、出てくれるんですよ。あとはタイミング次第で。本人わざわざね、その、連盟って、ああいう配信とかに出るにも、上の人はね、ちゃんと確認がないと出られないんですよ。そう。だから結構大変なんだけど、全部ね、ちゃんと、最初に確認してくれて、俺の配信だったらいつでも出ていいよっていう許可もらったみたいで。なので、今後もね、タイミングが、ちょうど良ければいつでも出れるっていうね、話にはなってますんで。お、これ、大三元あるんじゃね？ていうかこれね、吐く、すぐね、出てこないとね、これね、きついんだよ。こういうのって。持たれてることが多いからなんなら。お、テンパったじゃん。100万チャンス！まあまあ、厳しいな、でも。この人たち、染めてそうだしな。鶏。もちもち。もちもちがあり得るね、これは。リースレーターさんはね、持ってなさそうなんだよね。鶏はな、1枚か2枚か、わかんねえな、持ってそうだな。お、出た。ニワトリちゃん、それですね。ドタカメですね。いやー、申し訳ない。強くて。終了。さーて、なんだこの微妙な感じは。おお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 お、嘘でしょ？ペイ4枚いきなり抜くことあんの？すごい。あ、間違って、ドラ切っちゃったじゃん。ちょっと焦ったな、今。そんなことある？もうこれだけで4班だもんね。絶対、マンガンからスタート。ハイパイで4枚抜いたの初めて見たかもしんねえな。いやー、厳しいねー、これは。マジで打ちたくない。うわー、メンホンチートになっちゃったなー。いやー、村子さんお疲れ様でした。めっちゃ強かったっすよ、みんな二人とも。さあ、来ましたね。来ましたね。これは、まずいね。ふわ、来た。二人とも来た。うわー、テンパったー。でもこれはね、ちょっとね、無理ですね。一発だったねー。もうね、行くよ。こうなったら行くよ。街は薄いが、ああ、宝珠。それは宝珠だ。やっとテンパったと思ったのに。気合で、あれだな、押してたら一発で
トーン上がってたな。いやーでもさすがにな、二人に対してな、あれ行くのはちょっとな、ペー抜き。ヤンペイコー上がれないよね、わかる。メンチンギャンペイコーなんてな、俺人生で一回しか上がったことないんじゃないかな。いや、二回あるな、メンチンギャンペイコー。ペーコー自体がな、難しいからな。俺一回 M リーグでリャンペーコー上がったな、そういえば。もう二度とリャンペーコー上がれる気がしないな、M リーグで。あれ？これ少数シーだったんじゃね？難しいな。先にこいつか？先にこいつだな。ポンだろ、ポンだろ。お、泣かなかった。それポンだ。想像は高いからな。そっちが噛んだらこっちも噛んだい。いやー、嫌な。これ大丈夫だ。そして、チーソーが出たら、ポンしてトイトイしちゃおう。シャアも噛んしてやる。全部噛んだ。あれ？大丈夫かな、このスーピン。トイトイなら EP の方が危ねえもんな。パーソーはどうですか？パーソーはちょっと怖いね。どうでっしゃろう。最終手出しがなぁ、ウーピンっていうのはセンスないよなぁ、やっぱこれ。先切りしとくべきだったねぇ。さぁ、ローピン通ったよ。チュン！いけるねぇ。だぁ。お、噛んだ！三貫通まであと何を持ってくるだけ。これさすがにスッチーソーじゃないの？違うの？おぉ来た！三冠！おぉしかも高い！100万確定、数冠、あ、数回、あ、あ、数回間流れるんだ。嘘でしょ？そんなルールあんだ？途中入局あるの？これ。言って！